今回は天魔の古城3の間やっていこうと思います。でギミックはダメオ地雷魔法陣の貫通、ダメオ地雷魔法陣で非属性ハートなしにヒットポイント個別とか、まあいろいろありますね。というわけで編成は鬼丸艦隊ですね。いやこれちょっと私サブ機に物々1体ずつちゃんと厳選したのいるから、まあ今回それをちょっと連れてきました。あと多分ドレインとかヒットポイント個別とかあるから、まあやっぱ鬼丸ちょっとこれはちょっと勝てない人見に来てたら申し訳ないですね。ごめんなさい。でも一応シンデレラが適正だけど、まあ内部弱点だから、多分、鬼丸が一番強いでしょ。まあこれで五剣が、まあ、面汚し的なことをコメント欄で言われてた鬼丸もちょっと報われたんじゃないのかな。まあ強いかどうかわかんないけどね。はい。え？倒すと何？回復バフくれる。で、ヒットポイントちっちゃい攻撃ある。うん。センサーもある。あれ？なんかあとあったっけ？特にないよね。ハートの足とか普通に殴りに行くだけだから、まあ、センサー拾ってなんかしろみたいな感じなのかな。はい。あー、で、バフくれると。多分、エリアの範囲内にバフがあるみたいな感じなのかな。ってことは、センサーだからこれ通らないとダメなのか。で、回復はこれでくれるから、もう普通にこれ殴りに行って、はい、はい。うん。あー、でも、一撃強っ！まあ、過激前進だからっていうのもあるけど、いや、ダメだ。さっきなんか、二の間やってたから、あは、死んじゃった。二の間やってたから、ちょっと待って、これを、センサー、いや、でもセンサーの、しかもこれあれか、地味にバフちょろって思ったけど、これ一旦で切れるタイプか、もしかして。はい。あ、ここ入れて、地雷も拾っとかないと死ぬ。なんかこれ、ブロックの位置がすげえやらしいんですけど、なんか、はい。なんかブロックの位置がさ、うまいことぐるぐるしないように作られてない？これ。あ、でもこれ横勘で多分いけるな。はい。いけ！はぁ、何やか、は？あれ？今私何で死んだのこれ。あ、もしかして、攻撃バフ食らうとめちゃくちゃ食らうタイプこれ。はい。こうなって、こうなって、回復、ん？あれ？今何食らった？すげえダメージなんか、やっぱ地雷は即死ね。あ、初めて死にましたね、私。おお、いや、えは、えなんじゃいよし、OK。さあ、本気出してきましたよ。いや、いいでしょ、本気。もう、真似できない鬼丸と紋章全員組み合わせみたいな、ちょっと怒られそうだけど、まあ、私、1と2は、なんとか、紋章なしで頑張ったから、ちょっとこれ、許させていただきたいですね。そしたら、普通に殴りに行って、でも攻撃アップバフもらってないと、そんなに削れないんですよ。はいはい。あ、でも強っ。はぁ、これが、紋章の世界か。いや、気持ち良すぎる。で、結局バフもらってると、そうね。だから、極力だからあんまりこいつは殴らないようにして、まあ、本当はこれ横がいいんだけど、ちょっと余裕できてるから、はい。これをだからバフで、あー、やっぱりバフ食らうと、ありえないほどでけえダメージもらうねっていう感じになってんね。だからそこは気をつけましょうみたいな。だからセンサーそこで、一応だからこれも、センサーまで、だからセンサー食らってバフもらってから、プヨも倒しといて、はい。うん。でも結構削れるな。まあ、鬼丸使ってるからだけど、シンデレラとかだとこれ絶対火力足りないだろうね。鬼丸何体いるかで絶対これ難易度、楽かどうか変わる部類だわ。まあ、持ってなくてもあれだもんね、一応。抜けるステージさえ増やせばいいから。はい。はい。まあ、おのおの、どちのち追加されるでしょ、ぶっ壊れみたいなキャラは。で、回復します。SS もすげえ使えるようになったから、あれ？あ、そっか、アクセルがすげえ噛み合ってんのか、これ。SS も使ったら、これ速攻終わんじゃない？え、これ SS 使ったらさ、え？もしかして一瞬で終わるんじゃない？いや、こうよ。はい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 、参ります。ほら、これ1段階目でこれよ。うまくいったらこの人、一巡毎回撃てますからね、SS。いや、これはちょっと鬼丸ゲーすぎるな。まあ、全部そうか。鎌足りゲー、マソゲー、全部通用してるもんね。ただこれ使うと、絶対に、個別 HP のあれ、潰しちゃうから、そこが難点になってるかな。で、ボス戦来ましたでしょ。今までで一番、適性持ってたら楽な部類に入ってるかもしれない。で、これでワクワクミン。あ、違うか。若組イエルはこの次か。
だからこれを、これってさ、SS 使ったらさ、終わるかな？はい。どうだろう？あ、終わる。あ、やべ、これちょっと横から見えなくてたかもしれない。あ、やっぱりちょっとミスったけど、これ、攻撃アップとかパワーヒもらってたらさ、絶対楽なブレでしょ。ちょ、今これふざけた打ち方したけど、でもこれ割と鬼丸はガンガン使ってっちゃって私いいと思うんですよね。どうせ。この人、アクセルですげえもらえるから。はいはいはい。これガンガン殴っ、いやーちょっと待って、これ採用プリを倒してませんけど、あれ撤退するな。なんだっけ、1の間で確かになんか撤退しないみたいな出来事起こったんですよね。あ、ちょっと待って、今動画私、2の間のやつ完成したからそれ出さなきゃ。はい。もう今私、攻略しながら動画をアップロードするという作業を繰り返してるから、ちょっとそこ申し訳ないですね。ここはだから何もできないから、まあ、何もできないから、することない。まあ、とりあえずバフだけ倒さないようにするぐらいか。あ、でも、あ、こいつらは別に、バフもらわなくてもいけるんだ。なんかその敵の判断が結構必要な気がする。で、鬼丸が結局これ SS 使って、バフもらって、殴りに行ったら、はい。これで終わるか？あ、やばい！まずい！まずいっていうか、強すぎる剣について。あ、これ、1だけむずいけど、2と3はいけない。あ、ちなみにこれ、今、一番最初、マルチで入れたのを見てたらわかると思うんですけど、別に1の間クリアしてなくても、マルチのゲストだったら、奥の間入れるんで、例えばだから鬼丸持ってるっていう人だったら、その1の間とか2の間はいけないけど、鬼丸持ってるっていう人は、普通にね、いけるんですよね。その、3の間とかに野良マルチのゲスト側だったら、はい。そこはちょっと、覚えておきたいですね。だからちゃんとこういうところ、鬼丸持ってたら、勉強して、3の間は、とりあえずいけるみたいなことは可能ね。で、普通にやってって、で、食らってプヨも出てくる。毎ターン蘇生してくるのがこれ多分すごい優しい仕様になってるよね、絶対。これなんか2ターンに1回蘇生とか、なんか3ターンに2回蘇生とか、そんなんだったら、絶対これなんか、攻められるけど、攻められるけど、なんか、ここで攻めるとプヨがなくなっちゃうしな、みたいなこと考えないといけないけど。そこはなんかちょっと作りがいい感じになってんね。これ多分今まで15分くらいかかってたけど、ここだけは、でも剣のバフあるから、多分これ立て込んでさ、おるんじゃない？いや、まあ、いや、ちょっと待って、これ、まあ、プヨとかザコ倒しとくか。ルートの邪魔だし。はい。横勘してもよかったかな？あ、でも横勘で倒せないな、もう確認。うわ、強っ、この人。はいはいはい。いや、強すぎる。やっぱりこの人おかしいわ。あ、でもこれ、あれだな、暴れると絶対これ消えちゃうから、そこが難点かもしれない。あ、しかもブロック出てくるんだ。そしたら、倒さないように調整して、バフもまあ、もらっとくか、バフ。はい。回復バフもらって、はい。うん。で、SS2 段階目を使える。っていう風になってるんでしょ。で、これ今、多分攻撃アップバフももらえるから、それも、だから、これってさ、じゃあ、割とこう中に入る、あ、でもこれちょっと拾えてるか、センサー拾えてるか分かんないな。ちゃんと拾っといて、攻撃アップも。はい。これを、はい、入って、あ、これ、出る！やべ、出る！出る！出ちゃう！うお、いけいけいけ！いや、これはちょっと、紋章なくてもいけたやつ紋章使っちゃったね、みたいな感じ。なってないこれ。いや、鬼丸が本当にこれ強すぎるだけな動画な感じになっちゃってませんか？